いやなんかさいや同じお金の価値があるものだけどさそ通販サイトで使うものとかさ携帯上で使えるものってさ何て言うんだろうなんか設定がどうなってるかわかんないけど PayPay ペイペイとか PayPay、まあ、ペイペイはさまあ なんていうの銀行口座にひも付けしてなければ大丈夫かもしれないけどさいやなんていうの携帯料金からさあペイペイも携帯料金からいけんのかなもしかしてゆかりはさもう47歳なのに携帯料金から無限になんか行くの怖いわけ、まあ、有限だけどさだからなんか絶対ペイペイとかはチャージしてんのねわざわざ郵便局とかコンビニの ATM から1万円チャージしますみたいな感じで。 レジ持ってってチャージしてチャージした金額しか使えないようにしてんの。多分銀行口座も紐も付きはしてるんだけど怖いからさなんかだってもうゆかりとかも多分バカだからさもうあびゃびゃーってなっちゃうと思うのよ。<laughs> なんか <laughs> いっぱい使えるビャーってなっちゃうと思うわけ <laughs>。47歳でだよ <laughs>。だからさこうなんていうの使える金額がこれだけですって見えてる方がやっぱいいなって思っちゃってさ。 怖いいかからら管理できないなって思っちゃうからさだからなんかそういうのより現金の方がいいなって思っちゃうこの間さいかり最近そのバーコード決済みたいなのをやっとちょっと使うようになったわけでさあのー、携帯まい、あ、かり全部持ってるけど au もソフトバンクもドコモも持ってるけどさ aupay っていう au がメインの携帯だからさ aupay ってやつを使ってみようと思って。 でさっっき使ってるわけでさアップルウォッチしてるじゃんでメインの携帯とひも付いてるからこっちに auPAY が入れれるっていうことが分かってアップルウォッチに入れてみたわけほんでさそうさもうバーコードが直接ピョってこうやって出るからさだからもうなんかあこれがあったらいちいち携帯で顔認証してなんかあれこれやんなくていいじゃんって思ってさで auPAY で払おうと思ってんでお昼時にさまあよく行くさ あここは別に伏せなくていいのかあのー、スシローに行ったわけでスシローであのお会計しようと思ってさあのー、アップルウォッチ立ち上げたらさなんかエラーが出て立ち上がんないわけえゆうペイが「ああ」と思ってほんで慌ててさ携帯をさ立ち上げてさ顔認証してさでやったらさエラーが出て立ち上がんないわけ。 でさええー、と思ってでさ運が悪いことにたまたまレジが2台セルフレジ2台あったのに1台なんかお金のなんていうの入れ替えみたいなのしてて1台使えなかったのよただまあ怒りしかいなかったし、まあ、お昼時だったけどんでさええー、と思ってさ2回ぐらいやってもダメで、えー、どうしようと思ってさでとりあえずクレジット払いにピッて変更してであお財布の中お財布じゃない携帯の中に入ってるのが au の,あのクレジット。 プレペイドのク,クレジットあったからああと思ってピッて入れたわけそしたらさエラーが出て使えないわけでええー、と思ってこれどうしようと思っておいでさパッて後ろ見たらさすっげー列になってんのいつの間にかああと思ってあわわわわわってなるじゃん。であどうしようどうしようって思って。でもう 画面がさクレジット払いってなってるからさもう戻る押したりしてればいいんだろうけどさもうあーってなっちゃってでもう一枚別のクレジットカードあったからさそれでピッて会計してさ出れたんだけどさあのー、検索したらなんかサーバーの a u ペイのサーバーがなんかこう落ちてたかなんかのそのちょうどなんていうのまあそんな長時間じゃなかったのかもしんないけどわかんないけどちょうどそこに引っかかっててさ えーと思ってっていうやっぱ現金だなって <laughs> いやでも怖いじゃんだってあんなに後ろにさずらーって並んでてさあーって思ってああそうそうすいませんってなるじゃんこっちもさでもねあの列の中にも絶対 au pay で払おうとしてた人いると思うのよ。でそいつだけは こ分かってくれると思うんだけどさそうじゃない人だっていっぱいいるから何やってんだよあいつみたいな感じにさ絶対思われてたと思うわけほんでさキャンセルしてさ並び直そうかなとも思ったんだけどさあのお会計の札を読み込ませた後もうゴミ箱にポイって捨てちゃったからさあーあああってなっちゃって <laughs> もうねほんとにたまたまなのよこの アップルウォッチで決済してみようデビューの時にもう大失敗しちゃったからもう怖くてやってないもんねアップルウォッチアップルウォッチは悪くないんだよ電車は電車ってスイカは入れてなないのよなんかさスイカはさなんかスイカだけちょっと複雑じゃん例えばなんかそ携帯を機種変する時にモバイルスイカを入れてたら先に抜かないと。 ダメですとかさでそんなのさゆかりがやるわけないからさもうちょっとモバイルスイカどうななってるかかよよくわかんないのよだからもうモバイルスイカはもう死んでるから <laughs> だからもうあのピッてカードを物理カードをピッてやって乗るしかなくってだからもうちょっとアナログだわ多分ゆかり割ともう怖いもん電子充電切れて出られない とかあんのアップルウォッチでもさあーそっかなんか今さ iPhone の15ってさこいつから何かを充電できるでしょきっと違ったっけできるよねただ a p l e w ウォッチさんの充電がまた特殊だから困ったねここにもなんかあのライトニングつけてくれたあでもそしたら別に携帯いらないじゃんね <laughs> 難しいないろいなろろややこしいんだよ <laughs> だからさ、うん、ちょっとねあのもうちょっと分かんない複雑もうお金の払い方が逆にいっぱいありすぎて困るあるけど、うん、でも結局やっぱなんだろう現金がないと怖いねって思っちゃうもんなだから今日さ友達ともさ LINE で話してたんだけどさゆかり手帳型の なんだ携帯のケース使ってるからさそこにカードとか入れてるしさ、あのー、怖いから現金も入れてるわけあの本当にちょこっとだけでキーケースにもちょこっとだけ入れてるわけだ携帯とキーケースは絶対どっちかを持ち歩いてるだろうと思ってどっちかを忘れてしまってもだからそこに入れてるんだけどさうーん怖いねやっぱね